おはようございます。アリナナ NZBG です、今回はですね、今回はつうかね、伝え努力、人生の武器としての伝え技術っていう本を見て、適当に、要約して適当にまとめました。で適当に意見を言います。そんな話です。前回はですね、説得の方法について、人柄で説得をする方法っていうのを説明しました。今回は、パトス、感情で説得っていうのをちょっと振り返ってみますと。感情で説得するっていうのは、理屈でどうこうじゃなくて、話を聞いている人たちが、例えば感情論だからさ、俺たちはできるよとかさ、私たちはこれまでこんなことをしていたんだから、私たちもできるはずだとか、こうはないんだけど、なんかその気にさせる説得なんですよ。そんな感情面で議論、どういうふうに支持を得るかっていうのは、この9つに分かれるそうです。1は信念。これは聴衆の持つ信念や欲望を予測して、そこに話を合わせる。聞き手が、こういう目標とか理想を持っているんだったら、そこに合わせて話をする。そうすれば相手が例えば相手が自然を守りたいんだって言ってるんだったら、金銭面での話を論点に持っていかないで、環境保護とかの話で、スピーチするわけですよね。そうした方が相手っていうのは入りやすいわけですよ。説得しやすいわけだ。自然保護をしたいのに、経済面でこうなんですって言われても、いや、俺たちは自然保護っていうのを大事にしてるから、金銭面で、金銭面で説得されても別に揺れ動かないよとかなるわけじゃないですか。価値観とかそういうところを合わせるわけですよ。一回ね、パッと合わせる。あとはストーリー。聞き手が体験して、していたり、すでに体験していたり、もしくは想像しやすい物語っていうのを語るわけですわ。そして聞き手に疑似体験してもらう。そうすると感情移入してやすいわけですよね。だからそういうストーリーを作るってこと。3つ目は抑える。これは感情を押し殺して話すってこと。感情を出した方がいいって思いがちなんですけど、あんまり最初から感情を出すと苦笑われちゃうわけですよ。スピーチの最初からすごいこう涙の中に話したりするっていうのはなんかも良くないですよね。なんか怪しい、ちょっと付き合いづらいなってなっちゃう。最初は感情を押し殺す。あなたたちに伝えたいことがあるんだけれども、ここで感情を出しちゃいけないよな、みたいな感じの気持ちで喋ってそうな感じね。言いたいことがあるんだけども、まだちょっと抑えてますっていう感じ。真摯さってやつありますよね。4つ目は、率直に話す。変にこう、言葉を飾ったりしてするよりは、感情の高ぶるままに少しずつ、感情、抑えるんだけども、抑えた中で少しずつ高ぶってきたら、そこに合わせて自分の喋りやすい言葉で喋った方がいい。その方が感情ってのは伝わるわけですよ。変に台本的に用意した言葉っていうのは伝わらないってことでしょうね。5つ目は怒りの利用。聞き手を怒らせるわけですよ。っていうのも、スピーチに対しての怒りを抱かせるんじゃなくて、例えば調子のかかる問題だよね。地球温暖化の問題があります。でもね、地球温暖化の問題があるんだけれども、それに対して真面目に考えている人は少ないんですよ、っていうの話をするわけですわ。無関心な人の存在を語ったりするわけですね。あと反対派の意見を言うとかね。そうすると、聞きに来る人っていうのはさ、聞きに来る人と、反対派とか無関心な人の意見を聞くと、やっぱりこう、怒るじゃない。なんであいつら興味がないんだ、だから対処しようとかね、思わせる。ここで、言ってみたら一つの感情移入だったり、気持ちをこう、引きさせるっていうかね、そういう役割、効果があるわけです。で、忠誠心。ただこう、所属集団の持ち味だよね。ただ、こう話してとか言って、聞き手がいて、で聞き手が、なんかの、じゃあ、宗教の集団だとしたら、その集団の持ち味が、私の言う通りにすることによって、その持ち味を生かすことができます。とか、今のあなたたちはその持ち味を失ってます。とか、その持ち味、実は、他の集団も持ってます。奪われてます。というわけだね。そういう方をすると、この今話している論点は私たちの持ち味なんだと。行かなきゃいけないのに、それを失ってるんだとなると、その話を余計聞こうと思うと思うんですよね。はい。だからそういう忠誠心っていうのを大事にしようよ。聞き手がチームの場合ね。だから主導の場合はね。あなたたちの団結力って持ち味を生かせてませんよ。私の、このまま反対派の意見に流されてたら、あなたたちの持ち味失っちゃいますよ。団結しなくなっちゃいますよ。で、7は模倣。では、聴衆が手本としたい人っていうのは模倣したがるわけです。
で、モンハンの霊児か、もしくは自分がモンハンになるだけだね。調子にとってこう、理想とする人物とかがいたりするわけだから、それを、当てるっていうかね、その人が喋っていたことなんかを引用してくるとかね、そういうことで、こう、あ、俺たちの理想としている人物をこの人も知っているんだとか、その人の言葉知ってるんだみたいな。俺たちの理想の人物のことをよく知ってるってなると、やっぱりこう感情移入して味方したくなっちゃったりするわけだね。やつら教習。あの頃は良かったね、なんて言わせるわけですよ。あの頃はこんなにみんなが笑顔で暮らしていて、未来が明るいってみんな思ってたよね。でも今はみんなコンクリート色の顔を色を知ってるし、未来に対しても不安を抱いてる。これいいんだろうか。このままじゃ良くないとか、なんかそういうことですよね。過去を思い出させて、その過去って良かったよな、過去に戻りたくない、戻るっていうか、その過去を今に再現させませんか、過去みたい、過去の良さを今にも生かしませんかっていう話をするわけだ。これは理屈じゃないですよね。昔は良かったよねっていう、まあ、思い出補正みたいなものを利用しましょうって話ですね。ここの常は欲望、欲望を予測して逆に説得できない部分は欲望で埋め合わせるわけですよね。うまく理屈で説得できない部分っていうのは、さっき言ったみたいな、まあ、信念に近いんだけれども、そういった欲望っていうところで埋め合わせてくるわけですよ。これをすると、あなたたちにこんないいことがありますよ、どうですかって誘う感じだね。では、感情的なね、話を一つ、おさらいしました。さて、一方、感情といえば、相手がもし怒ってるときってさ、議論してたらすごいやりづらいと思うんですよ。このとき、次の、これが効果的なんですって。一つは、受動体なんて。つまり、この花瓶が割れたとして、あいつが、あいつが花瓶を割ったんだっていうと、そうか、あいつが悪いのかなっちゃうよね。だけど、そうじゃなくて、何が何々されたってとかする。花瓶が、なんだろうね、花瓶にひびが入ってしまったみたいな言い方をすると、誰がやったとかさ、何がこうなったっていう言葉じゃなくなるわけですよ。そしたら、誰のせいとかにならなくなるわけですよ。何ずら話として。という感じで、主体をなくすっていうことで、なんだろうな、自分が怒られてしまっていたり、誰かが怒られているときに、その矛先っていうのをうやむやすることができるわけですね。うやむやっていうか、まあ、集中的に攻撃を浴びないようにするってことかな。で、二つ目は快適さ。相手に選択権があるような話し方をする。笑顔も大事。相手が怒っているときに、自分も怒ってしまうと、やっぱり話してうまくいかない。自分が笑顔を作り出す。ね、相手もそれ、まあ、雰囲気を作るわけだな。笑顔になりやすい雰囲気っていうのを作る。で、相手に選択権があるような話し方をする。つまり自分にしか選択権がないような話し方をすると、どうしてもやっぱり人は身構えちゃいますよね。あなたには、こんな、こういう選択肢、こういう選択肢、こういう選択肢がありますと。そういうふうにした方が、自分が主導権を握ってるかのように思ってもらえるしね。そういう言い方をしましょうと。言うのは、笑いを取るっていうよりは言葉遊び。相手のジョークを使った反応もあり。そうだね。よくあるのが、まあ、例えば相手が怒ってきても悪意があるような感じですよね。相手がこう悪い皮肉みたいな冗談を言ってきたと。その皮肉を真面目に捉えて返すと。冗談に対する反応っていうのは、冗談で返してもいいんだけど、うまく思ってなかった場合は、真面目にその言葉を文字通りに捉えて返すっていうのが一つありです。はい、本当にそうだったら、ね、今頃みんな死んじゃってるけどねとか、なんか、まあ、本当にそうだったらさ、こうだけどみたいな言い方をすると。なので、これは相手をより怒らせちゃうかもしれないんだけども、聴衆はそれを聞いてる人たちは、あ、説得力あるなと思っちゃうんだよね。反論ができるとね、ジョークに対して反論できると。もう一つは冷静。もしなじられても何度も役割があるんだ。真っ赤になって怒ったりしたら、今図星で刺さったんだなって、聴衆は思っちゃうんだ。味方しなくなっちゃうからね、負けてるって思っちゃうから。そんなくだらないことを言っていて、何になるんだろうねみたいな感じの顔をするわけだ。で、5つ目、大げさ。怒らせないときは自分から大げさに反省するっていうのがありますね。そうすれば、ただ、なんかはさ、例えば花瓶を割ったのにさ、すぐ土下座とかしてきたらさ、まあ、やりたいかもしれないけど、それぐらい大げさの方が怒りづらいんだよね。そこまで謝られたら、ちょっと、こっちも何も言えなくなっちゃうわ、みたいなのからね。で、怒らせるんだったら、大げさに謝る。これを、いろんな時に使えますので、まあ、いろいろやってみてください。話ですね。ということで、まあ今日このぐらいにしましょうか。
じゃあね。